日経225先物ミニととジョギングとポケゴー散歩の年7月報告です日経先ミニは6月末の楽天証券証拠金残高が25万4619円で7月末の証拠金残高は24万5829円でしたので。 7月の取引結果はマイナス8790円でした。なお2019年7月の取引開始からはマイナス404044円です。7月の日経先物は39600円で始まり一旦上がるも39225円へ375円下落。投資主体別では海外と証券事故が解雇し、個人 投資信託・信託銀行が売り越しでしたさて私がマイナス8790円となった理由は比別で7勝8敗と負け越し利確幅が少なかったためなおエントリーは買い2回売り13回8月は7月を継続し朝の1時間で500から5000円で決済1月にマイナス1万円で取引終了で躊躇せず 最悪2回目のエントリーでの取引終了もあり次に7月のジョギングとポケモン GO 散歩報告ですが浜松市の7月の気温で特に28日から31日が高くてこの4日間は無理せずジョギングもポケモン GO 散歩も活動なしでは7月のジョギング報告です6月末時点では3730.6キロ走行で七月末では 三千八百六点九キロで七十六点三キロ走行。目標は五キロを二日に一度として、十六日で八十キロ。なので、走った十五日合計で約三分の二日分の三点七キロ。少なく、目標は未達成。八月の目標は、熱中症の予防のため、設定せず、とても暑い日は走らない。 なお、2021年1月以降の毎月の走行履歴は上の通り。最後に、ポケモン GO 散歩は6月末の歩行距離は3 9 7 1 4キロで、7月末は4 0 2 7 6キロなので、7月は5 6 2キロ歩行となり、目標は2日に一度4キロの合計6 0キロで1日分少なく未達成。 相棒が起ここりざざるるからこの世ざるに進化しましまた。それから事務防衛日数が13日と自己最長ということもあった8月の目標は熱中症の予防のため設定せずとても暑い日は歩かないご視聴ありがとうございます。終わり。